りました。よかったです。はい。はい。おはようございます。ありがとうございます。はい。はい。応援団になってる。ありがとうございます。では、はい、始めていきます。2023年、6月、今日は24日土曜日、第318回の朝のプラリエクリスタルを始めます。おはようございます。おはようございます。カウンセラーのプラリエマサヨです。はい、雪の和光でございます、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。今日はですね、和光さんに登場していただいたのは、夏至が、過ぎましたので、はい、夏至からの流れということで、この後ダブルコンタクトをしていきたいなと思って、クリスタルコンタクトをしていきたいなと思っているんですけれども、はい。はい、そう、和光さんと私は先月、ちょうど1ヶ月前にドバイにね、一緒に。もうそんなになりましたっけ？そう、5月23から行ったと思う。そうか、もう一月経っちゃうのか。早いですね。はい、そうなんですよ。ちょうど1ヶ月ぐらいでね。うん、そうか。はい、中身の濃ゆい楽しい旅でしたね。楽しかったですね。はい。そう、それでね、その時に、ドバイにできた雪音ジュエリーの、コーナー、ショップの方にも一緒に、伺って、はい、すごくタイミングが、まあ、奇跡的に良くて、オーナーさんにもね、お会いすることができたりとかして、うん、そうですね、うん、いや、やっぱ持ってるなと思いますよ、雅代さんも。いやいや、もう、おかげさまでございます。そうなんですよ、うんうんね、いや、ジンギスさん、オーナーのね、うん、ジンギスさんは、うん、本当数ヶ月に2日ぐらいしかドバイにいらっしゃらないので、うん、もうまたね、自分らの滞在期間とバッチリジンギスさんの、うん、滞在期間あったっていうことでね、これは、うんすごいですね。ね、やっぱこうただならぬご縁といいますか。ああそうね、うん、そういうところがこう時間的にも1日の中でも会いづらいのに、そういうね、一月とか年単位のとこでピンポイントにこうお会いできるっていうのはね。そうなんですよ。しかも今年ね、うん、もうすでに年明け2回行って2回ともお会いできてるので、うんうんうん、いや本当に、でなんかやっぱり、うん、もう AMJ に行くのは去年10月が最初で、今回で3回目になるし、うん、で担当してくれてるハミットさんとはもう結構しょっちゅうズームで話したり、普通に電話したりもしてるので、うん、そう。だからね、もう、うん、なんていうんですかね、うん、この間のドバイはもう、うん、なんていうかな、まあ、親戚に会いに行くみたいな、自分の中ではもうそのぐらいにもなってるので、特にハミットさんとはね、うん、もうだいぶいろいろこう、普段から、本当に普通に、うん、ボーティムっていうアプリがあって、うん、インターネット電話なんですけど、でボーティム使うとでも本当になんか普通に電話かけてる感、国際電話してるみたいな感じでかけられるので、だからもうちょっと分かんないことあるとすぐもうなんかメール打ったりね、なんかメッセージしたりするよりもう直接ボーティムで電話しちゃった方が早いやみたいな感じでっていうのがあるので、もう本当になんかなんかハミットさんとかの顔を見るとなんかやたらホッとするっていうかね、親戚の寄り合い場に来ま、久しぶりに来ましたみたいな感じ。そっか、あ、そっかそっか、なるほど。馴染み感もあるというか。うんうん、ね、皆さんにもぜひ行っていただきたいなっていうふうにも思います。うん、そうですね、うん。はい。やっぱり、最初は、売り場の写真とかをハミットさんから送ってもらったりしたとき、やっぱ こっちも少しこう気持ち的に舞い上がってる、うん、やったーみたいなところがあるので、うんうん、やっぱそういうフィルターがかかって。大きい看板をね。うん、そうですね。うん、
和光さんが撮影したやつね。そうです、そうです、そうです、あの真冬にね、薄着でね、あのゲリラ的に行ったっていうね、うんうん、でまあそれもあって、うん、やっぱりこうなんていうのかな、最初はそれでいいと思ったんだけど、うん、実際売り場を見てみると、うん、やっぱりもうちょっとジュエリー点数だった方がいいなぁと思って、でこの間会場も広いしね、そうなんですよ、広いし、あのお客さんの数もやっぱり多いもんね、うん、やっぱ負けちゃうっていうか、で特にあのまあ、AMJ は大きく分けてそのロシア人の方々を、うん、あのなんていうかな、太い顧客さんとして、うん、そのロシア人の方向けのエリアと、うん、あとあの欧米人の方向けのエリアっていうふうに大きく分けてこう2つに分かれてるんですけど、内側はロシアの方にね、うん、あの、置かせていただいてるんですけど、うん、昨日ちょっとあのいろいろ聞いたお話だと、うん、やっぱり今ロシア人がやっぱ戦争もあるので、うん、あのお金持ちの方みんなドバイにまあ避難というか移住してきたりとかっていう方たくさんいらっしゃるらしいんですよ、うんうんうん、だからあのでうちのジュエリーはどっちかっていうとやっぱりそのまあ欧米もそうなんだけど、どっちかっていうとロシアの方にまあ、受け入れられるだろうという、まあ、皆さんの判断で、うん、あのそちらの方にコーナーを作っていただいたんですけど、うん、今回はね、あのその増田さんも、うん、と見てたかもしれないんですけど、うん、リエさんがあのそのロシアの売り場のチーフの方いらっしゃって、その方もあのロシア人なんですけど、そうですね、あ本物だみたいな、一緒に写メ撮ろうよみたいな看板が一緒ってそうそう、看板の人、あ同じ人みたいなね、うんうんうん、でリエさんがあの、ね、一緒に写メ撮ってたりとか、うん、なんかそういうなんか微笑ましいというか、うん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 、っていうのがあったり、あとはやっぱりちょっとあの最初の納品で24点持っていって、うん、で2点おからそばで売れまして、うん、で今回10点持っていったんですけど、うん、まあそのぐらい入れてやっと少しこうバランスが保てるかなっていう感じで、うん、だからこれからね、もっともっと多くの人にこう 目に留まって、うんうん、まあ、実際自分たちの目でも確認してこう場の雰囲気とかお客様をねあのこうキャッチして、そこから本格的にっていう感じですよね。そうですね。で今回あの初めてあの雪音ジュエリーを売ってくださった、あの売り場にはねたくさんのそのあの販売スタッフの方がいらっしゃって、でその人たちがおのおのこう売るんですけども、置いてくださるんですけど、うん、まあその時にね、その初めて、雪音ジュエリーを売ってくださった担当の女性の方にも、うん、あ、女性の方いらっしゃいますね、うん、そう、で、その方にもね、その、なんていうか、こう、感謝の気持ちも伝えることができたし、うん、うんうん、そう、なんかそういう、あ、ね、あ、ごめんなさい、はい、どうぞどうぞ、うん、いや、なんかそういうこうコミュニケーションというか、やっぱあの今まで我々が関わってきたのは社長と、うん、あとお店のマネージャーのファルクさんと、うん、あとあのハミットさんがメインでしたけど、うん、これからどんどんその、AMJ のいろんなポスターとか印刷物関係のデザインをされてる、うん、なんだっけ、ムラットさんとか、うん、ムラットさんっていうのはあの入ってすぐ左側の、うん、部屋にいたあの白いシャツ着たあの性能大きいあの方とかね、あのとっても私たちにこう好意的なので、だからすぐね、できてくださって、そうそうそう、だからやっぱりね、あのそういう方々のこう気持ちに応えるためにもいいジュエリーをたくさん作って頑張ります。頑張って頑張ります。私はなんか一つ思ったのは、そのこう、まあ、リエさんの看板があって、でそこにこうメッセージがあって、うん、その、あの祈りの創造っていう、こう、なんていうのかな、メッセージとかこう、うん、コンセプトみたいなのを、うん、こう現場の
スタッフ、お客様に近いあのスタッフの方々が、うん、に、まあ、より浸透していって、こう広がっていくのかなっていうのを今回すごく感じたので、そのメッセージ性っていうのを、うん、あのオーナーの方々がこう理解してくださっているので、そこがすごくあの大きいところだなと。あのただこうジュエリーを売るっていうだけではない、そういう、 こう精神性みたいなところをこう広げていこうっていうのを思ってくださってるんだなっていうのを感じたので、うん、そこがすごく大きいなっていうふうに思っております。そうですね、やっぱりねイスラム教だっていうのが、うん、あのとても大きいんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりドバイも、ね、あんなにギラギラでありながら、うん、やっぱりちゃんとお祈りの時間には皆さんお祈りされるし、うん、なんかあの、ね、ラマダンの時になるとちゃんと断食されて、うん、皆さん頑張ってらっしゃるしっていうのがあるので、やっぱりその、まあ、ジェンギスさん、あのオーナーの、ね、ジェンギスさんはじめ、うん、ファルクさんもあのハミットさんもやっぱり敬虔なイスラム教徒の方なんで、うん、その雪音のその祈りの創造っていうカンパニースピリッツと、うん、っていうのは多分すごいスッともう本当にこうすぐ理解してくださって、うん、ね、前にも言いましたけど、それが あなたの真実なので、うん、その雪音のストーリーを私たちに教えてくださいっていうふうにジェンゲスさんが言ってくださって、うん、でそのリエさんの写真だったり、あのこう、ね、天からの啓示を受けるような写真とか、あとはそのメッセージをちゃんとそのポスターに、うん、あの入れてくださったりとかっていう、まあ、うん、それはね、本当に、あの、まあ、ありがたいという言葉では片付けられないというか、そんなこう軽い言葉では片付けられない。本当に感謝とリスペクトと、いろんなものがこう、混じったというか、そんな感覚ありますね。なんかちゃんとこう、なんていうかな、あのデザインがどう、クオリティがどう、もうもちろんそのジャパンクオリティですから、メイドインジャパンですからね。だから、うちでお願いしてる職人さんたちも、この間ちょっと山梨まで顔出してきたんですけど、うん、やっぱりね、あの、まあ、ご高齢化はだんだん職人さんの高齢化してきているものの、やっぱりその、経験がありますから、やっぱりね、いいものをたくさん作ってくださるので、そういうジャパンクオリティがあのドバイに行って評価されて、で、多くの人の手に取っていただくっていうのは、うん、で、しかもそれを我々の意思とか意図みたいなものをちゃんと理解してくださってる会社が売ってくださってるっていうのはね、うん、もう本当に、もういろんなそのなんていうかな、もう奇跡が奇跡を呼ぶじゃないんですけども、うん、もうそこのどっか一つでもあのね、うん、噛み合わせ間違ったら、うん、そうはいかなかったと思うんですよね、うんうん、だからそこはやっぱりそのイスラム教のアラーのあのインシャアラーですけど、なんでもね、あっちの方はね、でもそれと日本の八百万の神っていうね、あの何にでもたどれにでも魂が宿る神様がいるっていう、そういう考え方の、うん、あの私はそれがなんか AMJ と雪音がこう合わさるっていうのは、そこの、うん、なんていうかな、融合みたいな、我々のもうあの人知を超えたね、はるかもう上の方で、うん、そのイスラム教の神様と日本のさまざまな私もがこう朝晩ちゃんとお参り手を合わせている神様たちとがこうなんていうのかな、こうバシバシバシとこう合わさってなんかそういうミラクルを生んでるのではないかなと勝手に思ってるんですけどね、うん、だからやっぱりね、あのその困った時の神頼みはだけではダメですから、うん、やっぱり自分がどれだけ社会に貢献できるかとかね、うん、あの世の中の役に立てるかっていうことを常にこう、で、それを、うん、自分をそういう役割として使ってくださいっていうふうに毎日お祈りしてますし、うん、だからそういう部分で、やっぱり自分もどっちかっていうと、まあ、自分で言うのも
変ですけど、そういうところは、まあ、経験なというか、信仰深い方だなと思ってますので、それがその AMJ の、なんていうかな、こう、まあ、アラーの神様と、とってもこうリンクしているのかなっていうふうに、だからそういう自分でいる限り神風はこれからも起きていくのかなっていうふうに、予感しているというか、だから自分が変な方向に行かないようにこう日々ね、コントロールして、行こうと思っております。はい、しゃべりすぎましたね、はいそうね、あとちょっと十数分しかなくなっちゃったけど、今日は、やっぱりね、ドバイはね、思いが強いんですよ、もう、溢れすぎちゃって、すいません、本当に、溢れすぎちゃって。そう、時々ね、だって大好きなんだもん、ドバイの人たち。リエさんに注意されるんだよね、その話すぎてね。大好きなんだ。なんか思いがね、溢れちゃうんですよね。いや、いいんだけどね。ということで、そんな、私のクリスタルのダブルコンタクトを今から始めて、